今回なんですけども、これですね。防水ハウジング、オズモポケット。えっと、初代のオズモポケットになりますけれども、それのハウジング、購入してみました。防水ハウジングですね。海の中で、こう、潜らせて、え撮りたいなということで、水中の映像を撮りたいなということで、購入してみたんですけれども、これですね。ヨドバシカメラのあの、ネットの方で購入しまして、1000ぐらいでした。 アマゾンとかでも似たような感じのものが2000円か3000円ぐらいで売ってたので、まあ、ヨドバシの方で1000円ぐらいで購入できて、えー、深く潜らなくて、えー、ちょっと水中に入れて取るっていう感じですので、これで十分かなということで購入してみました。はい。えっ、ー、と、一応ですね、この本体と、あと、この本体の上のキャップの部分にこうゴムのカバーあります。で、このゴムのカバーかけることで、あの、 上の方傷がつかずにですね、えー、撮影するときに綺麗に撮れるっていう感じになると思うので、使わないときはキャップをして、あのー、保管するという感じになると思います。ちょっと取り出してみようかなと思います。それではですね、えー、こういう感じでハウジングありますけれども、こういう具合ですね、全体的に透明で、ここのキャップのところにパッキンが入っていて、 え、くるくると回してセットするという感じです。で、付属のここのアタッチメントの部分はこのような感じ。こうカチャッと入れるようなこういう感じのアタッチメントが一つついてるという具合ですね。で、これがえキャップの部分になります。はい。で、一応ボタンがここ二つあるので、これであの、撮影のボタンオンオフとかこういう感じ の操作がでできるという具合ですね。キャップを外してみるとこういう感じです。ここにパッキンついてますので、ここで水が入らないようになってますね。 中の様子はこういう具合ですそれでは実際に大相撲ポケットですねこう中にセットしてみました入れる時ちょっとここがですねあの窮屈になっているのでこう全体的に少しゆっくり入れるような感じになりますけれどもしっかりですね固定されていて動かなくていいかなと思いますで電源これでまずオンにしてみます あ結構強めに押さないとあれでしたね。はい。で、こんな感じで、えー、しっかりですね、干渉せずに使えるので大丈夫です。で、えっ、ー、と、録画ボタンを押すと、はい。これでしっかり反応するのがわかりました。はい。あ、押したときにですね、少しだけあの、なんか、かくって、 なるので、その部分まで押すとしっかり反応するって感じですね。はい。反応も十分いいと思います。はい。こういう感じですね。まあ、こんな感じでこう、水中。まあ、手に持って撮影するか。何かちょっとですね、ここに棒を持って撮影するか。まだ考え中なんですけど、まあ、このままこう、撮影、今回はしてもいいかなと思ったりもしてますけれども。はい。なんか、 手首かなんかにこう紐かなんかつけて落とした時の対策なんかも一応考えておいた方がいいかなと思うんですけれども今回は多分浅瀬で手に持って撮影するみたいな感じで対応しようかなと思っているのでこのまま撮影するかもしれませんまあちょっとよく分かんないですけれどもまだやり方はこういう感じでおズボンポケットきっちり収納できてえ防水できるこのハウジングなかなかいいと思います で値段も1000円で購入できて安くてですね、はい、ちょっと海の中で撮りたいなという時いいと思いますので気になりましたらチェックしてみてくださいはいそれではですねこちらの映像なんですけれども奄美大島に行った時にシュノーケリングした時の様子になりますこのような感じで綺麗にですね映るんですけれどもこの日はですね水中が結構濁っていましてそれほど遠くの方はもう ピントが合わなくて全然取れなくてちょっと困ったなっていう感じだったんですけれども近くを取るときにですね結構あのまだあんまり濁りが少ないところありましたのでその辺で撮っているとこんな感じである程度ですねピントさえ合えば綺麗に撮れるなっていう感じでしたあとはですねオズモポケットの画面なんですけれども結構小さめなんで え泳ぎながらだとその画面を見ながらやったとしてもちょっとですねピントがうまく合ってるかどうか確認しにくかったなというのがありましたまあその辺は仕方ないのでまあもしですね GoPro とかアクションカメラみたいなのあればですねもう少し画面広いのを使ってこの水中撮影できると思いますのでもし画面見ながらやりたいっていう方はそちらの方がですね水中の撮影やりやすいのかなと思います それとこの奄美大島に来る前に久米島にも行ってですね、舘野浜でシュノギリングしたんですけれども、その時にも、このオズモポケットのですねハウジング使ったんですけれども、しっかりですね、あのヘッドの部分が閉まってなかったようで、ある程度閉めたつもりだったんですけれども、閉まってなかったようで、えー、と何回か撮影してて、止めて、また押してみたいな撮影してたんですけれども、2回ぐらい撮影したらですね、 水が入ってたようで、保存ポケットの画面が急につかなくなって、ちょっとですね、まずいっていう事態になりました。まあ、その後ですね、一応、コンタクトスプレーみたいなの買って、中の海水に侵されないように、ちょっとスプレーだけガーッとたっぷりしといて、持ち帰ったんですけども、その後ですね、自宅に帰っても、画面は一応つくようになったんですけれども、 SD カードの読み込みが全然できなくなりましてちょっともう困ったなということで最終的にですねその後 SD カードの入り口のところからブレーキクリーナーかけましてそれできれいにして軽くですねコンタクトスプレー最後に入れたんですけれどもそれでなんとかですね SD カードも読み込めるようになりましてなんとか このオズモポケット復活してよかったなという感じでしたそしてこちらの映像ですけれどもオズモポケットのハウジングの中に入れたままの映像になりますですのでこうハウジングのヘッドの部分に水滴がついてしまっているので歪んだりこう光がです、ね、こう反射して見えにくくなったりしていると思いますで潜るとです、ねまあ、このような感じで結構濁っていたのでなかなかピントが合わなくて で手元で録画オンオフできますので水中でそのままオンオフ繰り返しながらちょっといろんな場所で撮ってみたんですけれどもそうするとピントが合ってない状態でそのまま録画開始みたいになってしまって、えー、結構ですねうまく撮れなかったというところが多かったです今この場所もですねちょっと陸の方にビーチの方に上がって、えー、ハウジングつけたまま 撮影したらどんな感じかなと思って撮っているところです。こういう感じの見た目になります。そして先ほどのお話に戻りますけれども、ですのでピントを合わすのにですね、あの、一旦オズモポケットをオフにして、またオンにしてみたいな感じにするとうまくいったかもしれませんし、 あとはカメラの方に切り替えてまたビデオ撮影の方に切り替えてみたいな感じでするとうまくですねピントあったかもしれませんはいそして最後ですけどもこれも奄美大島のビーチになるんですけれどもこれはですねハウジングから外した状態の大相撲ポケットの映像になりますやっぱりですねこちらの方はだいぶ綺麗に映せるので、はい、こういう感じの映像ですね まあこのような感じで今回はオズモポケットの防水ハウジング購入して使ってみたんですけれども久米島の時はちょっと大失敗しまして、えー、もうちょっとでオズモポケット損傷という形になるところだったんですけれどもなんとか復活できましたあとはですね見た感じなんですけれども あのハウジングのヘッドの部分のパッキンですけども結構薄めなんですねですので何回かこう使ってるうちにパッキン弱ってくるとそこからですね水が侵入しやすくなってくるかなっていう不安はありましたですので、えー、とそのサイズに合うオーリングみたいなそういったものをですねもう一つ購入しておくと、えー、万が一の時に パッキンダメにになななってててももすすぐ入れ替えて使え使るみたいいいい形にしておくとです、ね、いいかなとでねか思いました、まあそのサイズのですねオーリングみたいのが売ってるかどうかっていうのがちょっとわからないので、えー、もしなければ自作でパッキン作ってみるとかっていう形にはなるかもしれませんけれどもまあそんな感じでですねパッキン今のところ2回しか使ってないのでその間は大丈夫ですね。 久米島で多分5分10分ぐらい使ってもそこダメになりましてで奄美大島の方はここ1時間ぐらい使ってたかなと思います次回はですねシュノーケリングするときこのオズモポケットのハウジングもいいと思うんですけども GoPro の方のハウジングもちょっと購入してみて GoPro の方でも撮影してみようかなとも考えてますのでどちらの方がですねあの扱いやすいか試してみたいなとも思ってます